ホルヘラ・ファイル・ビデラ・レドンドは、アルゼンチンの政治家で第43代大統領、軍人出身。1976年のアルゼンチンクーデターにより、イサベル・ペロン大統領を失脚に追い込み、権力を掌握した。軍事政権の崩壊後、同国の法廷により、汚い戦争と呼ばれる、人権活動家や政敵とその家族を含む、一般市民に対する拉致をはじめとして、 秘密刑務所での拷問や大量虐殺など、人道に対する罪により起訴され、終身刑が言い渡されている。ブエノスアイレス州メルセデスに生まれる。国軍士官学校を卒業後、士官学校校長などの要職を歴任し、1973年には陸軍参謀総長、1975年にはペロン大統領により陸軍総司令官に任命された。 かねてから極度のインフレと左翼テロの多発によってペロンに対する信頼が失墜しきっていたこともあり、1976年3月24日にビデラを中心とする軍部はクーデターを起こし、ペロンの追放に成功、軍事評議会を設置し、5日後の3月29日に大統領に就任した。当初ビデラは政治並びに経済、社会的混乱が収まれば、 民政を復帰させることを公約していた。しかし、国会機能を停止させ、左翼ゲリラ相当を理由で多くの一般市民を逮捕した。これにより、1万3000人から3万人以上が行方不明となり、後に汚い戦争と呼ばれることとなる。この弾圧は、ヨハネ・パウロ一世から避難を受けるなど国内外から多くの避難を浴びることとなった。しかし、 反共産主義がゆえにアメリカ政府やイタリアの極右団体のロッジピーニからの多大な支援を受け、また同じく反共産主義という理由でドイツからの元ナチス亡命者をかくまった。一方、混乱に陥った国内経済を回復させるために、それまでのペロン主義に代わって市場原理を優先する経済開発を行い、当初は多少の成果を収めることに成功したものの、 外債が急増したことにより、さらなるインフレを招くこととなり、大統領の座をロベルト・エドアルド・ビオラに譲り、自らは1981年3月28日に退陣した。退陣後の1983年に、ラウル・アルフォンシン政権が成立した後、過去の軍事政権における関係者に対する裁判が始まった。1985年に、ビデラは殺人、拉致、 拷問などに関与した罪で終身刑を言い渡されたが、1990年にカルロスメネム大統領の恩赦により釈放された。1998年に汚い戦争の最中に幼児誘拐を行っていたことと人民革命軍の指導者の失踪に関わっていたという二つの容疑で再び起訴され、有罪判決を受け刑務所へ収監されることとなったが、 週刊から38日後に高齢を理由に自宅軟禁に減免されることとなった。2003年に当選したネストル・キルチネル大統領は就任後、ビデラ政権の不法行為をすべて清算する作業を、始め、ビデラは合法的な大統領ではなかったとの声明を発表したほか、ビデラの肖像をすべての軍学校から取り除き、軍事政権下での犯罪行為も多く起訴されることと、 なった。2010年12月22日、アルゼンチンの裁判所はビデラが人道に対する罪を犯したとして終身刑の判決を言い渡した。判決ではビデラが軍政トップとして政治犯に対する拷問や殺害を直接命じたとその責任を指摘した。ビデラ自身は後半の中でマルクス主義者による革命を防ぐための通常の治安措置だとし、 当時アルゼンチンは左翼ゲリラとの内戦状態にあったと弁護していた。2012年7月5日には左翼系活動家の子供を強制的に軍人の養子にしていた事件に関与していたとして元大統領、レーナルド・ビニョーネと共に有罪判決を受けた。2013年5月17日、週刊中のマルコス・パズ刑務所にて死去。大統領時代の1978年に 来日している。その際にアルゼンチンで改良されたポニー、ファラベラを贈呈を約束し、翌1979年に2頭のファラベラポニーが届けられた。このポニーは子供の国で飼育された2013年、2018年に老衰で死んでいる。ありがとうございます。